小池ゆりと、萩牛、どうしようもない人。しかし、しつこく、生き残りを、格索してくる。今日も、小池は、警視庁に命じて、翼の塔の捜索をさせている。小池と萩牛、絶滅を願うが、まずは、佐藤明さんに、小池と萩牛の人となりを、語ってもらおう。ね。それは、えー、学歴詐称問題ですよ。ね。 小池さんはもうね、国政復帰、ね、不可能どころか、7月の都知事選挙もね、出られるかどうかよくわかりませんよ。ね。そして萩生田さん自身は、この裏金脱税事件で全く動けない。ね。萩生田さんという人は、もともと自民党内でね、あるいは安倍派の中でも人望がないんですよ、この人。実は。人望がない。ね。うん。でね、その意味で、 萩生田さんと小池さんっていうのはね、ある面で政治的に似てるんですよ。どういうことかというと、両方ともね、小池さんも萩生田さんも力の強そうな人間についていくんですよ。必ずね。うん。そして、その力のある人間にくっついて、自分も引き上げてもらうということなんですよ。そうやってね、まあ、出世してきたわけですよね。でもね、ただそれだけなんですよ。ただそれだけ。特別にね、 政治哲学なんかがあるわけじゃないんですよ。小池さんもね、萩原さんもね、うん。なので、自分が、自分自身がトップに立っても、何もね、何一つですね、仕事ができないんですよ。うん、なので、結局、お飾りとして終わってしまうということなんですよ。ね、うん、何もしないで消えていくだけということなんですよね。うん、なので、これはね、小池百合子さんは、 ね。まさに、都知事として、何もしないで消えていく。ということですね。まさに今ね、それを目の前で我々が目撃しているわけですよ。そしてさらに、萩生田さんも、ね。まあ、おそらくはこのまま消えていくんじゃないかなと僕は思いますよ。特別にね、あの、政治哲学とかなんとかがある人じゃありませんからね。うん。強い人ですね。安倍さん、森さん、ね。森吉郎さん。 えー、菅義偉さん。ね。えー、それから、えー、これシナリオ狂ったけども、小池合子さん。これにくっついていこうと。ね。で、引き上げてもらおうと。というふうに画策してきた人ですよ。ね。だけども、えー、ついにここに来てですね、えー、やっぱりこの自分の足元。ね。うん。裏金脱税事件。ね。それから、その前の統一協会問題ですね。これで、えー、もう、萩原さんのね、 もう正体ってのはもうみんな分かってんだけどもね、うん。自民党の中ではね。だけどこれ一般にもね、もうもう知れ渡ってるわけ、知れ渡ったわけじゃないですか。ね。あれは何もない、ないぞと。ただただね、えー、バーベキューが好きなだけの人間なんだと。ね。うん、そして、えー、ただただくっついていくだけ。ね。うん、そして何かちゅうとバーベキューをね、えー、そのくっついていった人とつつきながらですね、うん、そうやって雑談をしながら。 ね、引き上げてもらうと。ただそれだけの人間、ね、というふうに、これはもうみんなわかってるわけですよ。ね。なので、えー、こういうね、あの、偽の政治家というのは、いずれ消えていく。それを今我々は、あ目にしているという形だと思うんですね。